ハーチン、チェルシー、尾関ちゃん、こんばんは。チェル、ハート、皆さんに質問です。はい。ベタな質問ですが、もし自分の恋人にするなら誰ですか？ハーチェルはエモムスメンバーの中から、尾関ちゃんは観点の中から選んでください。うん、彼女にしたい一人、彼氏にしたい一人、教えてください。モーニングのメンバーの中から彼女にしたい一人、彼氏にしたい一人か。うわ。誰だろう。私、うん、いますよ。誰誰。じゃあまずみんなでその彼女にしたい一人から話しませんか。うんうん、私はモーニング娘。のメンバーで言ったら、うん、福村瑞希さんです。ああ彼女、彼女にしたいです。ああ、誰やろな。難しいねこれ。彼女にしたい一人は多分石田由美さんかな。おなんか女の子らしくって可愛い感じがしますね。うわぁ、ちょっと待って。本当に選べない。嘘。彼女、うん、彼女。彼女は、でも、チーかな。あぁやばぁ、絶対可愛い。燃える燃える。そうね。うん。春菜もチーちゃん。うん、もう人気。もうね。彼氏にしたい一人。いや、もう春菜もう決まってんで。私決まってる。ってる誰？飯窪さん。おあれ飯窪さん彼氏？飯窪さんが、うん、ちょっと想像してみて、飯窪さんが男の人だったら、うん、ジェントルマンっていう言葉が似合いそうじゃない？確かに、確かに。わかるでしょ、うん、なんとなく、うん、そう、そういうことです。春菜はカエディー。あーあー、あのね、最近春菜ちゃん本当にカエディーに惚れてて。そうなの、ガチ恋。そう、あのね、ガチ恋やばい。あの舞台やってたんですけどね、ファラオの墓っていう舞台、うん、あのカエディがイザイっていう男の役をやってたんです、うんうんうん、もう春菜ちゃんがずっとキュンキュンしてるんですよ。そうでしょ。めっちゃかっこいいね。なんかあの舞台で最後、うん、カーテンコールみたいな感じでご挨拶的なことがありました、うん、その後はける方向が2つあるんですね、うんうん、で1回私があの違う場所にはけちゃいそうになった時があるんです、うんうん、その時にカーディがさってなんか誘導してくれたことがあって超かっこいいって思いました。顔が乙女になってるよ。もう、ね、最近惚れてんのよカーディ。やばいよ。カーディ大好き。どうしよう。やばいねもう。そんなマイちゃんはどうですか。マイは彼氏だよね。彼氏は桃地先輩かな。おなんか桃地先輩すごいあのいや女の子らしいんですけど、うんうんうん、でも案外こうなんだろうサバサバしてるところがあったりするので、で私結構なんか優柔不断なところが結構あるんですよ。なんかメニュー決めるときとか、うんうんうん、もうはい決めてみたいな、そういう風に誘導してくれそうなので、付き合ったらこうちょうどいいのかなとか思ったりしますね、はい、今度このラジオにゲストでカエディ呼びましょう。個人的すぎる。呼びたいですね。でもカエディともっとお話ししてみたいなって、うん、はい思いました。